真剣な顔して、ね、雪と穴の女王は超えなんだよ穴の女王って。もう僕どうしようもないじゃん。ここにグランプリ取った人いるからおめでとうございます。あの登壇者の席に行ってください、とりあえず降りてくださいって言われたら一個足りやね。余裕さすがっちゃってるからね。俺そうでもね。なんだこれ。その京都国際映画祭っていうのは。どういったそのショートフィルムとか、はい、プロモーションビデオとかそういうのも扱ったりする映像の祭典なんですね。なんか始まったのが2014年って去年なんですけど、あです、ね、吉本興業が主催 そうなんですか、はい、やってて、だから2014年は4万人ぐらい あの人やったんですけど、今回なんか20何万人に増えて、一気に増えたみたいで、あのもう京都のいろんな映画館とか会場でいろんな映画祭をやってるんですね。だからもう街全体でいろんなところでフェスティバルを楽しめるっていう、すごい。そこになんかさ、あのその今回 あの出したのは何か出品したのは、出展したのはあれは、うん、ちょうど又吉氏、火花ので、はい、あの記者会見やってる時にちょうど京都国際映画祭の応募が3日あと3日ですみたいなことをちょうど会見の時に言ってたんですよ。言ってたのを僕ちょうど見てて、見てあ、じゃあちょっと出してみようかなと思って出したらすごい。それを見てなかったら知らなかった、絶対出しなかったんです。又吉さんのおかげやってる。次の日応募要項を見たら、うん、ちょうどバッチリ合うんですよ。ミュージックビデオとかも入ってて、そうなんだ、ノンジャンルの部っていうのがあってね。だからそれでいけるなと思って、もう次の日そこやったな、うん、あれ出したの送りましたね、はい、でも自分たちの制作された映画ショートフィルムもあるじゃないですか、はいはいはい、それを出さずに命を そこまで頭はいいかな。もう命しかなかった。あの頼安監督ってなんかこうやってちょっとイケメンっぽい、あのちょっと知的な感じを醸し出しつつ、うん、監督ですけどみたいな、そんなことないっすけど、監督だけどねみたいな感じ出してますけど、こんなで監督さんは誰ですか。間違いなく頼安さんなんですよね。そんな頼安監督もそこそこやらかしたりとか、結構それがあの栄一さんのその一コマ漫画で結構出てるんですよね、なんかね、出てますね、何度も。あの僕が一番笑ったのが、あの今年買っていなくねみたいな、今年の夏顔一匹も見てねえんだよ、それでね、ちょっとなんか、なんか異変が起きてんじゃないかみたいな感じで頼安さんが力説してんだけど、多分あのそれで栄一さんがこっち側で多分、ああの蚊のモスキートーンが聞こえなくなったんだな。あれ去年の夏かな、夏にいつも僕ら福井の結構あの漁業のあるところに、はいはい、あの2泊ぐらいかな、うん、で行くんですよ、うん、行って、まあ、僕の連れがいるからそこで自給自足みたいに釣りをしたりとかしてやるときに漁を手伝ったんです。手伝ってサザエとかをこう網から外すときに、そこってすんごいなんていうの、もう魚臭い場所なんですよ。あの船もあって そこでこうやってるから、でいつもそこでもう蚊がいっぱいで刺されてボコボコになるんですね。なのに去年は全く蚊がいないんですよ。で全くおらへんって、うん、これってこの匂いでおかしいぞっていう話を、うん、結構熱弁をエッチしてしまった。ほんでそのままあの泊まるとこの部屋に戻ったらボッコボコに刺されてたんですね。もうだからね、うん、もうモスキート音がもう聞こえなくなっちゃったんだよね。でもエイさん、俺はプン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 、そんなね、なんか読みやすさってその見た目はやっぱりこういう感じでおしゃれな感じですけど、なんかねあのちょっと天然っぽいところもあるんですよ。真剣な顔して雪と穴の女王は超えるなんだよ穴の女王って。雪穴やで。真剣だからなかなか突っ込めないっていう、すごいその感じも面白いよね。なんかそんな頼安監督がなんか今回京都映画祭でなんかやらかしたっていう噂をまだ僕も聞いてないんですけど、いやもう恥ずかしいんですけど、今回京都国際映画祭にノミネートされました、はい、で京都国際映画祭って検索するじゃないですか、検索したら結構ね
あの有名人とかが蝶ネクタイつけて黒服で、うん、あのレッドカーペット歩いたりしてる去年のとか映ってるんですね。そればっかりなんですよ検索して、うん、もうちょっと検索してもらったらもうそればっかりなんですよ本当に、うん、なるほど。ほんでそれを見てたから台とかでいかんなあかんのかなぐらいに思ってたんやでも蝶ネクタイで行くのも恥ずかしいし、エイツさんにも私服っていう話してたから、でもちょっとジャケットとか着てちょっとだけ決め込んでスーツになるよみたいな感じで行こうというので行ったんです。だからちょっと小切れにして、ほんで場所も大江能楽堂っていう、能楽堂では日本で最古らしいんですね、一番古い能楽堂らしくて、でそこでじゃあもうこれあのすごいとこやなっていうので行ったら、一番最初に入った時にな、あのあ頼安監督ですか、あの登壇してもらう時には決められた靴下を履いてもらわないといけないので、これをお持ちくださいって、その能楽堂のそのステージに舞台に上がる時には、だからこれあもう大事なもんやからって握りしめて、ほんでずっと行ったんです。ほんであの朝のうちは何もなかったんで、ご飯食べて、ほんで昼から上映とかあるから、上映の時に先にこう舞台挨拶するんかなと思ってたんです、ほんだら舞台挨拶の時になっても、もう普通に命が流れてその題名だけ出て、あ舞台挨拶じゃないねやって思ってたら、そしたらその夜に今度は授賞式があるから、授賞式でノミネート者が呼ばれてで上に上がるんだっていうことに気づいたんですね。ほんでまあまあ夜やからちょっと一回帰ってちょっと髪の毛もセットし直して元気でちょっとバシッとして、ほんで行ったんですよ二人でね。行ってほんであのこう僕たちどこ行ったらいいですかって言ったら、じゃあご案内しますって言って、あの登壇されるんですよねみたいな感じでガーッと行ったら、ちょうどね呼ばれたとこが登壇席のこう並んでちょっと離れて一番前にあるんですよ、登壇席がずらっと。ほんでこっちにも行けるし、一般のところにも行けるようなところで、じゃあこちらでみたいなことで置かれたんですね。ほんだらエイツさんが後ろが、いやもうここですよみたいなでも誰もおらんぞっていやもうでもあのノミネートされた人が登壇するからもうここしかない。でも他の映画祭とかでも大体ノミネートでこう登壇する時って一番前の登壇席って書いてあるところに僕ら行くんですね。行くからまあ行って、で栄一さんも後ろで、あのちょうど記者会見席っていうのがあって、マスコミ席、あマスコミ席で、ここでいますんでって言うから、まあ、あのいてくれたら安心じゃないですか、僕一人であっても。でもう始まるってなってな、映画祭が始まるけど誰もここ座ってないですね一人だけ。ほんでちょっと不安になって後ろファッと見たら、エイツさんがちょっとなんかそのマスコミ席もこの腕章が必要らしいんで取りに行きますって言ってだって行ったんですよ。ほんでそうか、じゃあちょっと寂しいなと思って僕一人ポツンと座ってたらさあ始まりました授賞式みたいなのが始まる、始まったんですよ。ほんで、あなるほど、これも俺このあの靴下渡されてるじゃないですか、ほんで誰も来てないじゃないですか、だからもう受賞とかしてるしてないっていうのが分かってて、もうできレースでで受賞者だけが渡されたんだって思ったんですよ僕は。夢の靴下だと思ったんですよ俺は。やったやったって思うんだけど、ほんで後ろにはちょうどね僕の嫁さんも名古屋とか出張でそのまま京都に行くわって言って見に来てたりとか、それこそ青鬼さんも来てくれて、はいはいはい、ね、もうええとこ見せやんなあかんわと思って前でずっと待って、あそう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 、靴下も履いて、ほんでいつも僕はあの急に壇上とかに呼ばれて、ほんでボコボコであのタバコとか携帯とか財布とか入れたままにして行ってしまったりするんで、ここもう全部出して、もう準備万端で待ってたんでいつでもステージに上がれるよ、ね、そうな舞台にね。でも誰も来えへんなって思ってたら、まず最初になんかなんとかの部みたいなんで、まずそれのノミネート者みたいな、ノミネート者じゃあの受賞者を発表します、はいはいはい、あれ、ノミネートでみんな上がったりせえへんし、あ誰も来てないからそれなくなったんやって思ったんですよ。あ受賞者をみんな紹介、はい、あのノミネート全員を紹介するんじゃなくて受賞者だけを紹介することになったんだっていう。ほんであのじゃあ発表します何々監督って言って、あおらへんのにって思ってたらどうぞって言うから、俺おんのかなと思ったら後ろの方からのぞのぞのぞって来るんですよ。ほんで行ったんやって、ほんで上上がらってたんです来たらええのにってね
空いてるのにって、ね、そう思ってたよ。でも選ばれてすげえな。ほんで次なんかね、あの演劇じゃなくてあれは何やった、あの時代劇、時代劇の時代劇の映画ばっかりの中から選ばれるっていうので、あの〇〇監督って言ったらその人も後ろの方からダラダラダラって来るんですよ。お靴下も履いてるわって思ってたんですよ。ダーッて上がって、あれなんでみんな後ろから来んねやろうって思ってて、で次ノンジャンの部、僕の命が入ってるところですよ。もう僕こうなりかけですよ。もうじゃあ僕なんやろって思ってるから、ほんでノンジャンの部って言ったら違う監督の名前がバンと言われて、あれこれこれここで俺何してんねやろってなったんですね。ほんでそこが僕一人しかおらへんから、すんごいなんか目立つんですよ、後ろからね、あの視線が刺さるのが、俺あんな本当に視線が痛いって感じたの生まれて初めてなぐらい視線を感じてて、だって後ろの人絶対あそこ、あじゃああの人ずっと座って何の人でやねやろって思われてるはずじゃないですか。靴下も履いてガサガサしてあったわねえ、おしゃれもしてる、おしゃれもしてる。それでもうスタッフの演技するしする。いやいや、なんか私スタッフです、ね、スタッフぐらいにいとこうかなと思ったんですけど、でも本当にもう僕一人こう座ってるんですよ。ほんで違う人が上がって、ほんでこうなんか喋って、じゃあ、ノミネート、あ、もうこの選ばれた人は登壇席に座ってください。あれここ登壇した人は座る席ない。行くわけにもいかないですよ。そうだね。でその能楽堂っていうのが本当に全体から会場を見れるような場所なんで、頼康がそこで動いたら余計目立っちゃうんですよ。そうだよね。もう動かれへんし、その時に登壇しますからって言って渡したスタッフは何やってんとか、え、一逃げたんじゃんみたいな。頭の中にブワーってなって。ほんでみんな降りてきたんですよ。降りてきてみんな並んで座るじゃないですか。もう僕どうしようもないですよ。ここにグランプリ取った人いるからおめでとうございます。もうどうしようもないから。でもまあまあみんな並んできたからこれで僕も目立たへんわって思ったら、今度はその映画の部が終わってアートの部っていうのが始まったんですよ。ほんでアートの部っていう子が、なんか受賞したっていう子が舞台に上がってきてダッと並び出して、ほんであれ？もしこの子たちが登壇者の席に行ってください、とりあえず降りてくださいって言われたら一個足りやん。余裕さ座っちゃってるからね。もう俺座ってるから一個足りやんぞこれとかって思ってたんですよ。そしたらなんかそこで全部の受賞は終わったから、じゃあ登壇席にいらっしゃる方は皆さん上がってください、フォトセッションに入りますみたいなで上がってくれたから、よかったよかった、よかったけどまた俺一人でやったんですよ。もう一人でポツンでしてるけど、もう恥ずかしくて下に置いてある財布とか靴下とかもう脱ぐことも、もう取ることもできやんぐらい硬直したままで。ほんだらなんか総評とかで審査員とかもうなんか MC の人もチラチラ見るから、最初はあこの人もう受賞とか決まってる人この人なんやっていうので見てんねやって思ってたけど、そうじゃなかったんやっていうことが分かってきて、ほんで総評の時もいろんな人が今回はレベル高くてどのこうのって言ってる時に、次に2番目に埼玉のラッパーっていう映画ですごい有名になったの監督、名前は入江監督やったかな、忘れましたけど、その監督がまた総評っていうので出てきて、その人が異常に僕のことチラッチラ見ながら、いやもう本当にね今回は悔しいって思ってる人もいると思います。俺別に悔しいないし、なんかいや悔しいけど概ね恥ずかしいわ。もう一回チラッと見たらもう暴れるぞって。もうそのぐらいの気持ちになってたんで、本当にもうだから人たちから見たら多分もう俺のが受賞するって決まってて登壇席に座ってるんだぐらいの勢いな監督なわけじゃないですか。もうそんなので、ほんで後から来たアートの部の子とかは、いやもうと登壇なんかするって思ってなかったからこんな格好で来ましたとか言ってチラって見たら結構出るじゃないですか。もうだから全てが恥ずかしい。
あのゲスト、ひわさん、小森田実さん、栄一さん、そして頼康監督でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。